はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。石黒様、高島様、小川様、久保田様、大野様、武蔵の親父様、みゆき様、横田様、秋山様、アシュシュ様、ヒカルヒカル様、インコ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動を資金にさせていただきたいと思います。何度もらも皆様今日の方は、複数回何度も何度もご支援いただいている方で誠にありがとうございます。非常にありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。10月2日あさって NHK スクランブルデモイコール解体、渋谷神宮前 6-22-8 神宮通り公園、13時30分午後1時半集合。支部長閣議は13時に集合してください。上り作ったりプラカード巻いたりっていう作業がありますんで、スーツで来てね、スーツで。支部長は地方議員を目指す人たちですから、人前ではきちんとスーツで、お願いいたします。まだまだ暑そうなんでネクタイはいいからスーツで来てください。NHK にはすでにこういうデモがあるから取材に来るように連絡してあります。梶谷さんが梶谷さんが電話しとくからって、なんかおなじみの視聴者センターのなんだかっていう担当がいるみたいで、梶谷さんにはよろしくご参集くださり、それでもテレビ新聞が全部来ないってことをご確認ください。事前にこういうのあるよって言っても絶対来ないっていうことをご確認ください。そしてですね、どこも報道しない事実をですね、あちこちに書き込んでください。 SNS とかね。ドバイ逃亡中のガーシー参議院議員、実は俺は在日韓国人と暴露いたしました。立候補できたんで日本国籍も持ってるらしい。蓮舫と同じく二重国籍ってことですかね。きっとハーフなんでしょうね。ハーフ、父ちゃんか母ちゃんが日本人で、父ちゃんか母ちゃんが韓国人ってことなんでしょうね。そこですかさずですね、在日って日本にいねえじゃんっていうツッコミ入っておりまして、大爆笑をしてしまいました。いつまで国会サボってられるか見ものであります。議席の剥奪、除名もあり得る。懲罰委員会もあるしね。私もかけられましたが、かけられた結果お咎めなしっていう風になりましたけれども、国会法による懲罰自由、正当な理由がなくて7日以内の召集に応じない、正当な理由がなくて会議または委員会に欠席、成果って読むのかな、期限を過ぎた、つまり休みますっていう期限を過ぎている、議長の制止または取り消しの命令に従わない、ガーシー全然ダメですね。召集に応じない7日間っていうの全然ダメ。戦後除名になったのは2名しかおりませんでした。1949年、ずいぶん昔だな。中西参議、本会議場において議長の登壇を阻止つまり会議全体をストップさせたってことか。副議長の職務の執行を妨害と。1950年、小川参議、予算委員会及び3日の本会議で予算案に反対の態度を表明しながら採決では賛成票を投じた。こんなんで除名になっちゃうのか、ちょっとこれは意外ですね。豊島区委員会では賛成の時は立つ、反対の時は立たないっていう、習慣なんですけれども、うっかりぼーっとしてて立たないなんていう時も1回だけありました私。議決に影響なかったから、すいませんすいませんって平謝りして収まったんですけど、公会議場における、開国または陳謝は戦後12件、みんなの前で謝るかみんなの前で怒られるっていうですね。ガーシーこれになっちゃったら来日できないんだから、議場で謝るべきもバックレた、あるいは議場で怒られるべきものをバックレたってことで、さらに懲罰委員会かけられるんじゃねこれ。どうなるガーシー、どうなる N 党って感じですけど、まあどうでもいいですけど。悪い円安側の皆さん、死亡のお知らせ。9月30日、今日
発表になっておりました経済指標であります。8月の有効求人倍率、全国平均で 1.32 倍。つまりですね、100名に対して132の、職場が、こう、うじ来てよって言ってる、そんな感じ。8月の完全失業率は 2.5%、7月より改善。8月の工業生産指数 2.7% 上昇。基調判断引き上げで、8月小売販売額は前年度比 4.1% プラス。整備、設備投資計画、半世紀ぶりの伸び。今年度 26.8% 増。これはですね、国内に工場を建てようかなとかですね、新しくこんなことを始めようかなという投資が半世紀ぶりの伸び。世論、円安効果だな。マスコミ、悪い円安、忙しい理由はこれか。設備投資が高度経済成長以来の伸び幅。円安で国内投資が増えたのかな。この状況でも無職の人って一体まあいろいろありますよ。自分の望むところは自分を望んでくれないとかですね。悪い円安なのにおかしいね棒。試験ですけど内需が活発になってるのは確実であります。そして日本は内需率 85%、 米国に次ぐ世界第2位の内需大国。米国が 95%、日本が 85% の内需の国。つまり外国に 15% しか依存してないという。海水からウラン抽出を大規模に行えば完全鎖国も夢じゃない。肥料でペルーからのチリ鉱石なんかが、あれなんですけれども、肥料、農産物もね、これだって海底から取れるしね。資源のない日本は輸出で稼がないとやっていけないは嘘です。専門家の経済学者でさえこういう嘘平気でつくがんね、テレビでね。資金は遅れて、賃金は遅れて上がる仕組みなんで、体感景気で嘘だろ景気なんてって言わずに経過観察なさってください。賃金も必ず上がっていきます。トヨタなんか現に上がってるそうであります。テレビが悪い円安って騒ぐ理由は中間が困るから、中国韓国が困るから。理由、連中はですね、安さを売りに日本製品のシェアを侵食したやから。民主党時代の1ドル78円で、半導体大手 LP が倒産。以来日本は半導体輸入国になってしまいました。円安で物価高ガーってテレビはこうも言ってるんですけど、2020年を基準とした2022年8月時点での消費者物価指数は 102.7 で 2.7% しか上がってないんですよね。総務省が発表しておりましたけど、なので物価高ガーは嘘。これ言ってる言論人やコメンテーターは知ってて言ってる邪悪か知らないバカ。バカかつ邪悪で言わない可能性も大ありであります。エリートさんたちは、私の動画を見れるようなエリートさんたちは決してバカと邪悪に騙されませんように。安倍は外交経済をボロボロにした国賊と言い放った村上誠一郎衆議70歳に対し、安倍派93名怒り心頭、全会一致で離党しろ。これに対し安倍側の残党はですね、事実を言っただけ。本当にこいつらって脊髄反射で口答えなんだな。これに対する世論、事実とすれば国賊の下で何年も議員をやってたことになるんだが、そうだよね、安倍総理総裁だったんだから、自民党代表だったんだから、党首だったんだね。所属政党員を国賊呼ばれしたら、立憲だろうが共産だろうが離党が当然。議論でなくて誹謗中傷だから離党は当然。ボロボロになるのをこいつは黙って見ていたことに。なんで自民人だ、立憲か共産に移れよ。むしろなんで離党しないの。亡くなってから言い出すのが超絶卑怯。これでもう居座ったら大爆笑。フルチショフのですね、スターリン批判はきちんとですね、これこれがこうだからこういうふうにダメって、ちゃんと批判したんですけど、理由つけて、村上のぼやっとした悪口、
ただの悪口、誹謗中傷、しかも個人に対するね、明日のことはわからない政治の世界、たったの一言で、政治家ってダメになるんで、小泉進次郎もですね、セクシーの一言で、あ、こいつバカだってバレちゃいましたもんね。私も気をつけようと、私あの口滑らして、あ、こいつバカなんだなって思われると支部長さんがかわいそうなんだね。個人を貶めるようなゲスは自民どころか議員どころか日本人としても不適当じゃないの。こんなね、亡くなった人の悪口言う人は、日本人やめるべきなんだよな。幸い近所にですね、死体蹴り大好きって、国があるから引っ越してはどうでしょう。村上誠一郎、こういう人間はすごく馴染むと思うよ、その国に。死んだらみんな仏様の日本には村上の居場所はありません。どこにも自民党員どころか議員としても人としても日本人としてもダメダメと私思います。9月29日消費者庁発表、47都道府県全部の消費生活センターに統一教会を名乗る人物から訪問や電話があり、相談状況を教えてほしいという要請があった。ちょっとうるさいですけど外で工事やっておりますんでご勘弁ください。情報漏洩した都道府県はなかった。聞かれても言えるか、そんなの業務に支障をきたすんでやめてほしい。消費者庁ね。世論、これは恐怖、やばいやばい、ポア確定、シンプルに怖い、発想がおかしすぎる、ヤクザよりやばいな、さっさと潰せ、そういうことやったらどう見られるか分かってねえなーって。カルトの特徴の一つ、抜けた人間をリンチする。カルトじゃないとこはこんなことしない。全財産を寄付する信教の自由は大歓迎だが、抜けたい、やめたいっていう自由は認めない、ダブスタ、それがカルト。他にもですね、お布施貧乏信者と贅沢三昧幹部、教団ルールを幹部は守らないっていうのもありますね。カルトの条件っていうか、カルトの特徴っていうかな。宗教以外にもありますよ、こういう大体。日本共産党っていうんですけどね。中国共産党もこの通り、相談すれば教団に漏れる。では、統一に騙されるような脳みその緩い人にとっては大問題ですよ。我々一般人には関係ない話ですけどね。統一、相談状況教えろ。言えるか、そんなの。消費者庁が存外まともでよかった。なんか国葬前の警備状況を聞き出そうとしつこかった東京新聞を思い出しますね。二度とも官房長官が言えるかそんなのって、突き放してましたけれども、統一よりよほど凶悪で害悪の度合いが大きい、巨大と思われる日本共産党、玉川徹にデマ言わせても足りず、シーカズを自ら菅前総理弔辞に噛みつく。菅前総理が弔辞で持ち上げた安保法制、秘密保護法は国民的な反対の大運動が起こるもとで、これがまず嘘ね。国民的な大反対は起こってませんでした。数の暴力で強行したではないか、最悪の強権政治の美化は許せないと、よっぽど勘に触ったようで、菅さんの弔辞が感動的っていうんですね。世論、数は民意、見苦しいです。本当にしつこい。負け犬の絶叫が心地いい。悔しいのは分かったからいい加減だもん。そういえば、C 庄司さんっていうスパイがいましたね。これ C 和夫の父ちゃんだかじいちゃんですね。スパイ。共産党のスパイ。はっきり分かったのは、国葬反対してるのは数百人の老人だったということ。は？選挙で決まった結果が、数の暴力、数じゃなきゃなんで決めるんだ。それはもちろん暴力ですよ。本物の暴力。暴力革命掲げる共産主義者が数の暴力って大爆笑ですよ。お前ら本物の暴力使っての権力奪取目指してんだろうが、暴力革命ってそういうことだっぱやって。数で負けんのは自分らが議席取れなかった落選した民意の結果です。本当におかしなこと言う連中なんですけれども、これでも信者はですね、さすが院長つって感心、感動、するんでしょうね。涙流しながら。こんなおかしなこと聞いてもね。左翼の日本は我々のと違う説を確信しております。それにしてもこれも間接的安倍側なんですけど、いつまで安倍総理に依存してんだろう。シーカゾ。次の魔王。魔王でも何でもない人を魔王として攻撃しまくるっていう勇者ごっこ。なかなか見つからなくて苦労したんでしょうね。
所詮外国のことなんでちょろっとロシアネタなんですけれども、国連事務総長、ロシアがやってる領土編入は国連憲章違反、常任理事国の立場をわきまえろ、時事通信。なんかあの東側、ウクライナの東側せっせっせっせと占領してここは俺んだって言ってるみたいですね。一方的な侵略そのものなんですけれども、アメリカ政府、ロシア核使用の対処を注意に緊急要請、読売。なんか情報つかんなんですかね、あのプーチンとうとう土地狂って、核ミサイル渦みたいな。イタリア政府、在ロイタリア人に緊急退避命令、 APP 通信。ロシア、徴兵人員を訓練なしで即日戦場送り。ロシア兵、戦わず降伏、ニューズウィークって。これ笑っちゃったよな、本当にな。一発も銃の訓練とかしないままに戦場に送り込んじゃって、どこがセーフティーやら、どうやって弾装填するやらさっぱりっていうですね。だいぶ煮詰まってきたみたいだな。北海道侵略の警戒をなさってください。そんなことやるわけが、その理不尽やつきたのがロシア。世の断りは通じません。まさかロシアがウクライナをあの侵略、それやったでしょ。まさか国民男子を誘拐して戦場送り、それやってるでしょ。常識通じねえから北海道に行くかもしんないんですよね。ロシア難民は受け入れてはいかん、ロシア人保護っていう名目で攻め込まれますかね、日本ね。一人も受け入れないというのがいいと思います。あとは大使も領事も今のうちは本出しとけよ。いつまでも日本にいさしてっと、それの保護を名目に攻めてくる恐れもありますからね。というわけで10月2日の NHK でもよろしくお願いします。日本改革党メール党員さんも大募集であります。読むだけで賢くなるメールが毎日届きます。月額990円でお買い上げくださって、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。